はい、どうも皆さんこんにちは、平岡です。今日もねサブチャンネル撮っていこうと思うんですけども、今回ですね少しいつもとマイクを変えて撮ろうかと思っています。今日のマイクはですねソニーの ECBM1B1M みたいな、いわゆるねソニーの神マイクって言われているマイクがあるんですよ。でこれがね僕前から欲しくて、ただ全然もう売ってないんですよね。なんか半導体不足なのか材料不足なのかで、もう2年ぐらい新品で売ってないんじゃないかなってぐらいの、ソニーのすごく性能がいいけどなかなか買えないっていうマイクがあったんですよ。でそれをですね今年僕5月誕生日だったんですけども、なんかねヒデさんからもらって、ヒデさんも買ったわけじゃなくて、前までソニーの時に使ってた自分のこのソニー神マイクをもう今ねソニーじゃなくて富士フィルム使ってるから、これじゃあ誕生日にあげるわって言って神マイクもらいました。これ本当にねもともと結構高い製品だし、今ねなかなかこう市場でも買えない製品なんで、これはめちゃめちゃ嬉しいなと思って誕生日プレゼントでもらったんでね、こういうサブチャンネルとかで使っていくといいのかなと思って、今日はねこのソニー神マイクを使って録音しております。本当カメラ本体とケーブルとか繋ぐ必要なくて、ホットシューにマイクを乗せるだけで簡単に接続できて音も良くてっていう風な、取り回しと音質がすごくいいっていう風なところで、ちょっとね今日の動画後で聞いてみるのが楽しみです。で本日はですね、何をするかというと、僕の自宅に持っているコーヒースペースってあるんですよね。コーヒー飲むためのコーヒー豆とかコーヒーの機材とかを置いてるちょっとスペースがあって、そこをですね紹介してみようかなと思います。というのも、つい先日ですね、メインチャンネルの方で、買ってよかったものでコーヒーの器具を一つ紹介したときに、ちょっとそのコーヒーのスペースチラッと映したら、まあまあ反響あったんですよね。なんか、いい感じですねとか、欲しいものいっぱいありますとか、紹介してくださいとか、結構そういうコメントがあったので、このサブチャンネルで僕の使ってるコーヒー器具をいろいろとね、ご紹介しようかと思っております。というわけで早速、この部屋とは別のリビングにそのコーヒー棚っていうのがあるので、そちらに移動してみましょう。はい、というわけでね、僕の家のコーヒー棚はこんな感じで、だいたいここの棚の上にコーヒーをね飲むために使うものを全部並べております。というわけで順番に紹介していきます。ちょっとね奥のものから大きい順に並んでるので奥から紹介していきます。まずはこいつですね。これはコーヒーのエスプレッソマシンになります。メーカーはデロンギのもので EC680 デディカっていう名前かな。ちょっとね正式な名前は後で貼っておくんですけども、エスプレッソを入れるマシンになっております。ここにねハンドルがあって、こんな感じでねここに引いた豆を、入れてセットしてボタンを押すと下から抽出されるっていう風な形になっています。僕の持ってるこのデロンギのエスプレッソマシンすごくいいなと思ってて、結構ねエスプレッソマシン欲しいなと思っていろいろ見てるときに、全部ねすごく大きいんですよね。家庭用に置くにはちょっと幅を取っちゃうなとか、結構ねこういった要件があるんですけども、このデロンギのものはすごくスリムで、あとねコンセントも日本式なんですよ。割と日本のエスプレッソメーカーってそんな多くなくて、海外のものとか輸入しちゃうとコンセントの規格が違ったりして、まあまあ使いにくかったんですけども、このデロンギのものはね日本のコンセントで使えて、このスペースも取らずに、あとパーツとかねこういう風なエスプレッソのフィルターとかいろいろパーツがあるんですけども、こういったものをなくしてしまってもメーカーに連絡するとすぐにね、まあ、有料なんですけども送ってくれるっていう風なサポートも含めて、結構ねこのエスプレッソマシンはすごくお気に入りの製品です。ここの後ろに水のタンクがあるので、ここに水を入れてこういうエスプレッソカップとかを準備してセットして、あとは押すだけで、あとは簡単にエスプレッソを抽出することができます。で、あとはこの奥にですね、ちょっと見づらいんですけども、ミルクフォームもついているので、フォームミルクを作ってカフェラテを飲むことも可能だったりします。このねフォームミルクも、まあ、お店のものと比べるとね、その泡の細かさとかは若干こう違ってくるんですけども、全然家でこのね味のカフェラテが飲めるんだったらすごくいいなと思って、とてもね重宝しております。というわけで一つ目はこちら、デロンギの EC680 っていうエスプレッソマシンですね。で次はその横、そのまま行きましょう。はい、これなんですけども、これはコーヒーの電動ミルですね。カリタのネクスト G っていうメーカーのもので、買ったのが2年前ぐらいで、これねメインチャンネルで当時紹介したんですけども、これもねすごく購入以来お気に入りで使っております。まあ、こういうね家庭用のミルって、もうほとんどカリタかメリタって2つのメーカーが、まあ一番いいものをこう2大巨頭と言われてるんですけども、僕はこのカリタの方のネクスト G を使ってます。
あとね、すごくおしゃれなんですよね。スタイリッシュなこのカラーリングとサイズ感もね、かっこよくて、まあ家で使う時もインテリアとしてこう映えるんじゃないかなと思って、こちら使ってます。ここで豆の粗さを変えたりしながら、一番細かくしてエスプレッソを飲んだりとか、ちょっとね、粗めにしてアイスコーヒー、ホットコーヒー飲んだりっていう風な形で使っております。そしてその横がですね、こちらコーヒーのドリッパーです。この上にね、コーヒー豆を入れて、お湯をこう注いでドリップするっていう風な器具になっております。僕は基本的に家ではいつもハンドドリップで、自分でね、コーヒーを挽いて入れてるんですけども、ほぼ毎日使っているのがこの、コーヒーのドリッパーですね。これは、均等のスローコーヒースタイルっていうコーヒーブランドみたいなのがあるんですけども、そこで購入した、このドリップとサーバーね、セットになったものになってます。このサーバーとドリッパーセットで販売してるんですけども、この下の部分が木の素材になっていて、で、ここが真鍮っぽいような鉄ですね。ちょっとアンティークっぽいような素材の鉄素材。で、ここがガラスっていう風に、このね、見た目がまずかっこいいですよね。これも部屋に置いててもめちゃめちゃ映えるんじゃないかと思って、使い勝手もとてもいいので気に入っております。で、普段はここのサーバーの下にですね、こちら。これは、はかりですね。スケールなんですけども、これを置いてます。これは、タイムモアっていうね、メーカーの、スケールとタイマーがセットになった製品なんですね。コーヒー入れるときって結構お湯の量とか、あとお湯の抽出時間とかを測りながら入れることもあるので、ここにこうやってセットして、この上にサーバーを置いてですね、こう重さを測ったりとか、時間を測ったりしながら、コーヒーを抽出しています。スケールなんですけども、これね、見た目がすごくスタイリッシュでかっこいいだけじゃなくて、時間と重さどっちも測れるっていうのがすごくね、コーヒー入れるときに便利なんで、これも結構コーヒー飲む方だったらおすすめなんじゃないかと思います。で、次はコーヒー豆をね、保存しているキャニスターをちょっと紹介しようと思ってます。こちらですね。これはですね、もともとなんかどこで買ったか忘れちゃったんですけども、まあ、こういう密閉性の、どこにでも売ってる、こういう瓶の中にコーヒー豆を入れてます。で、もう一つですね。これは結構お気に入りなんですけども、これ、プレパラっていうメーカーのコーヒーのキャニスターになっていて、これね、すごく簡単に真空を作れるっていう風な製品なんですね。ここ見てもらうと、なんかね、ここに銀色の穴が開いてるの分かりますか？これがあることによって、こうやってハンドルを上からグッと押すだけで、コーヒー豆を密封することができます。で、また使うときはね、スッと抜いてあげると簡単に密封を解除することができるんで、この辺がですね、簡単に密封したりとか、それを解除したりできるところがとても素晴らしいなと思ってます。で、このハンドルもすごく持ちやすくて、部屋の中持ってきやすいってのと、見た目がかっこいいですよね。まあそういうのもあって、結構これはね、お気に入りの製品だったりします。で、僕は基本的にエスプレッソ用の豆と、ハンドドリップでね、飲む用の豆とっていう風に、まあ常備2つぐらいの豆を用意しながら、その日の気分に合わせてね、抽出方法とかによって豆を入れ分けたりとか、あとはちょっと自分なりにね、ミックスして楽しんだりしております。で、ちょっと次は後ろにあるんですけども、これ少しとかせてあげて、はい、これですね。コーヒーのドリッパーです。僕はハリオの V60 っていうドリッパーを使っていて、こんな感じでね、ペーパーフィルターですね。で、これをこうセットして、ここにコーヒー豆を入れて、抽出するみたいな形で毎回抽出しています。で、このコーヒードリッパーを置いておくスタンドみたいな、これも結構ね、個人的にお気に入りのドリッパースタンドなんですけども、これはね、昔、福岡に行った時にそこの雑貨屋さんで購入したんで、ちょっとメーカー名とかね、忘れちゃったんですけども、割と可愛くてね、こんな感じのミニマルなコーヒードリッパースタンドになっています。これはね、いつも奥に置いてます。で、ちょっとね、またコーヒーキャニスターの話なんですけども、これも、均等だったかな？ Amazon だったかな？持ち運び用のね、少し小さいキャニスターです。開けて、この中にコーヒー豆とかをね、入れてあげるっていうもので、一緒にね、このスクープというか、このスプーンもついてるんですよ。で、このスプーンは、この間ですね、蓋と、この本体の間の中蓋のところにこうやって保存することができて、このままカチャッと、よいしょ。はい、こうやって閉めることができるんで、持ち運びに適したキャニスターなんじゃないかと思います。密封性能はそんなないんで、普段は使わずに持ち運びたい時にこれに入れて持ってくっていう風な運用にしています。で、あとはですね、まあ、ここの辺はさっき紹介したんですけども、エスプレッソカップですね。これも Amazon で結構昔に購入したんですけども、エスプレッソ入れる時に使ってるデミタスカップっていうのかな。こういうちっちゃなカップ使っております。で、あとは、まあ、この辺は、まあ、アマゾンなんですけども、これはね、さっきの、
デロンギのエスプレッソメーカーに付属で付いていた、この、まあ、コーヒー豆すくって、後ろでポン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 ってね、スタンピングっていうのかな、するための付属品ですね。で、こちらが、ミルクピッチャーになっていて、ここに牛乳を入れて、さっきの EC680、デロンギのエスプレッソマシンのミルクフォームで、ここでミルクフォームを作るみたいな感じのミルクピッチャーになっています。で、最後は、これね、この間メインチャンネルで紹介したんですけども、これ、コーヒーの微粉取りっていうものですね。これ、開けると、二重構造になってます。こんな感じで。で、この内側のものがですね、コーヒーの微粉が通るちっちゃな穴がたくさん開いてるんですね。で、コーヒー豆をひいて、この中にそのひいた豆を入れて、蓋をして、で、少し振ると、コーヒーの微粉っていうのを簡単に除去することができるんですね。で、このコーヒーの微粉っていうのが、結構コーヒーの味を悪くさせちゃうというか、雑味になっちゃうらしくて、これを除去することでコーヒーがとてもね、クリアで雑味のない味になるっていう風な形で、僕は毎回この微粉を取ってます。これ結構ね、味変わるので、やってない方はですね、ぜひ、コーヒーの微粉取り、茶こしとかでもできるらしいんで、やってみてもらえると、美味しいコーヒーが飲めるんじゃないかと思います。よし。はい、というわけでね、僕が普段コーヒーを入れる時に使っている器具とかをいろいろご紹介してみました。いかがだったでしょうか。結構ね、僕もいろいろいいなと思ったもの、ネットで見つけたものとか、コーヒー好きの友達から教えてもらったものとかをね、購入して使ってるんで、一つでも参考になるものがあれば嬉しいです。コーヒーってほんとね、一年通して楽しめる、まあ趣味かなと思ってて、夏はアイスコーヒー、まあアイスコーヒーすごく美味しいし、冬はあったかいコーヒーとかね、暖かいカフェラテ入れるのもすごく楽しくて美味しいしってので、一年を通して飲めるし、まあ、その飲む過程とかも楽しめるのがコーヒーなのかなと思っていて、僕もですね、昔からすごい好きだったんですけども、大学時代に結構純喫茶みたいなところでアルバイトしたんですよ。で、そこでコーヒーの抽出方法とか、当時ね、そのお店はダッチアイスっていう、一切熱処理をしなくて、シリンダーみたいな、超バカでかいこんなシリンダーにコーヒー豆をずらーっとね、引いて入れて、一滴ずつそこにコーヒーを落としていくことで、15時間後に下にね、アイスコーヒーが溜まるみたいな、こういうちょっとまあ、古いというか古風な感じの入れ方をしているお店とかで働いてて、いろいろね、コーヒーのことを教えてもらって、少しずつ好きになってって形で、コーヒーが好きになってきました。というわけで皆さんもですね、カフェイン取りすぎには注意してほしいんですけども、ぜひね、家でコーヒー入れるって意外と楽しかったりするんで、いつもインスタントコーヒーで済ましてる方とか、コンビニでね、缶コーヒー買ってる方とかは、家で入れてみてはいかがでしょうか。というわけで今日の動画はここまでになります。今日の動画面白かったなと思ったら、ぜひね、チャンネル登録といいねもお願いします。それではまた次のサブチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。